ロクサン・ドースンは、アメリカ合衆国の女優、テレビドラマ監督。カリフォルニア州、バークレー生まれ。カリフォルニア大学バークレー校で演劇を学び1980年に卒業。1980年頃からニューヨークで、実践を積み、コーラスライン等の作品に出演。いくつかの舞台作品にも出演するうちに、SF テレビシリーズ、スタートレック、ボイジャーで、 ベラナトレス役を演じた。シリーズ出演中から演出を手掛け始め、スタートレック、ボイジャー第126は、魂を探した男で、初めて監督を務めている。シリーズ終了後もその後に続いた、シリーズ、スタートレック、エンタープライズや、チャームド魔女三姉妹、ヒーローズ、ジ、アメリカンズ、ディスイズワス等でも監督を務めた。また、 コールドケース迷宮事件簿では、シーズン3.56のうち、合わせて8話で監督を務めた。このうち、シーズン3の第9話 A パーフェクトデーでは、シリーズ歴代最多の視聴者数を記録した。さらに本シリーズでは、プロデューサーとしてもクレジットされている。ドースンの旧姓はキャバレロで、最初の伴侶は、スタートレック、ディープスペース9でダマールを演じていた。 KC ー,シービッグスで1994年までは出演の際にもクレジットは6 3ビッグスとされていた。現在の夫はキャスティングディレクターのエリック・ドースンで二人は1998年1月16日にエンマローズという女の子を授かっている。1999年10月31日生まれの宮名会を養子として引き取った。 中国の先天性心疾患児童を救うハンナ・タカシ、キキンとミネソタ州にある、事前キャンプ場ハートランドキャンプを支援している。ありがとうございます。